門番のお兄さんの方ですね。はいはい。なになに？向こうの森に近頃出る。森知らないんだよね。多分ロケーション出してないと思う。はいはい。そこの森にフライ。任せてもらおうか。あ、なんでもない。ごめん、今のなんでもない。グーラの話だったわ。ダナ。ん？ダナじゃない。あ、ここの森ってこの近くの森のことか。なるほどね。あそこが門で、ちょっとかなり歩いてきたような気がするけど、何かの痕跡。じっくりと。何一点集中。足が大きい。縄張りのバルバロッサ的な。ん？これ逆走してるよね、足の形的に。え？待って待って、私見方違う？あ、は？え？足の先の方行けばいいんだよね、やっぱりね。こっち、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 こっちだな。行き止まり。ここで途切れてる。上に行ったのかな。ああ確かに。ほら、あなたの後ろに。かぐつち、悪い人だな。今のは少し意地悪だってろ。私はいるかいないかって言われたらいると思うけど。確かにそうだね。ごめんね、みのち、いつもこんなんなんだ。大丈夫かな、みのち、嫌になったりしないかな。え、もう報告なの？報告なのですが、足跡は見つけたけど途中で見失っちゃった。人間じゃなくてモンスター。あー、なになになに。あー、やっぱりゴゴールだよね、足跡的にね。めっちゃ来てる。やだ、大変。うん、力仕事には自信があるの、こう見えても騎士だから。よし、行きましょうか。カウンター5ゴール。見つかっちゃった。ブラストレギオン。いますね。よっ、追いかけるな。シュート崩れろ崩れろ。高まってきた。熱中却。ほい、ダウン。ライズの音が始まった。キャンセルしてきなかった。ナイスライジング。ナイス、ナイス。あ、変なとこ来た。ラッシュエンド。ラッシュエンド。ただよ、この調子でいこう。よし、これはどうだ。受けてみろ。3連勝。ナイス。逃がらんよ。立ててもらおう。ライトニングマスター。崩れろ。これはどうだ。崩れろ。崩れない。ラウンドエッジ。何払う。だが皆さん、私が助けてみろ。バカ。あー、キャンセルできてない。エッジ頑張って。よいしょ。超人フラッシュエッド。季節いいですね。努力あってこそです。
まだ出てきたのか。甘いものを食べたい。ジョッキーを買ってきたよ。悪魔は絶対に連れ行かせてもらうよ。サメ大ガワレナル。これで3個目、うん、すごいいっぱい出てくるね。出ないよ。青の先生を頼みます。あ、終わりましたね。はい、イエーイ。ほんとね、突然ね。あ、そっか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 、オアシスの件ね。うんうん、なるほどね。お、オニキスさん来てくれたんだ。ダメだよそれ。あー、なるほどね。確かにそうよね。言いかぶってるわけじゃないよ。確かに。ラウラが言うとなんか重いね。当たり前に毎日平和、平和な毎日が来るわけじゃない。弱そうだな、この手の話。ね。じゃあ無事に兄弟揃って門番をしていくっていうことですかね。感謝する。ガハハ、優秀な門番が二人もいたとは我がイラグも世代ものではないな。だが優秀な人材はまだまだ必要だ。もちろん君たちならいつでも関係だぞ。感謝します。あなたたちのおかげでカルセドの本当の思いに気づくことができたわ。本当にありがとう。これからは兄弟、いいえ同僚として二人でこの町の平穏を守っていくわと。はい、この子どこにいるんだ。ちょっと追跡しとくか。追跡したら上のコンパスに出るっていうことなのかな。王都の門を防衛せよ。これでよろしいですか。不審者の正体はゴゴールだった。その襲撃を退けたことをきっかけにアゲートとカルセドは再び兄弟の門の守備につくことになった。よいしょ。そうだね。そうだね。ほんと家族ってなかなか縁は切れないからね。あと9人か。で、さあこれレベル4にしなきゃいけないんだね、人の輪のレベル。次のストーリーやるには。っていうことは、今キャンプの会話見とかないと過ぎちゃうね。ちょっと忘れないうちに見ておきましょう。これまでのことをネタにして。ついでに、
クラフトもしてこう。なかなかの出来だな。イーラの騎士で、ゴールドマグ。ああ、ゴールド系か。なるほど。よし、じゃあハナス見ていこう。ラウラ最近生き意識してるな。イーラの騎士になって、なんかまた一皮向けたのかもしれないね。これまでの窮屈な生活を考えると、のびのびと過ごせてると思ったんだ。母さんのことは悲しかったけど、ゆっくり悲しむ暇がないくらいいろんなことが起きて、いつの間にかイーラの騎士なんかになってるし、毎日を精一杯過ごしてるだけなんだけどね。それでもだ。ほんとね、みんなと一緒にいるからね、なんかこう芯だけじゃ埋められない何か、与えられない何かがラウラにあったかもしれない。本当に神話。もう裏道のリーダーくん。で、人の輪でさ、これさっきマークしたじゃん。下なんだけど、いや、どこ、これ、この辺、この辺の高さ、この辺だったら下って出ないね。ここに来たら下って出る。あ、宿屋か。宿屋だ。あ、夢見る少年ドララいた。こんなところに。うんうん、友達になってほしい。かわいい。かわいいな。ありがとう。皆さんみたいなすごいドライバーやブレイドとお友達になれて嬉しいもん。ドララ前よりもっともっとドライバーになってみたくなったもん。あ、てかなんかよく見てみたらさ、私これバラバラに配置されてるのかと思ったら花になってるんだね。なんかちゃんと規則正しくなってるんだね。あ、てかじっちゃんいる。宿屋のフリードさんがクエスト出してますね。あ、や、休む。はい、宿屋に休んだらクエスト発生。おお。なんかあったの。何、あー、そっかそっか、本当に行っちゃったっていう話か。はい、どこに行っちゃうんだろう。本当の気持ちは別にある。秘境か。愛の証明。まったく、お人よしね。疲れは取れたようだな。どこでも寝られるのが自慢なの。宿屋で寝たの初めてか。いつもキャンプだもんね。今のセリフを聞くのは初めてかも。これ上？上っぽいね。こっから行くか。いい気分転換になった。さて、何しに来たんだっけ。
あ、ここってつながってるわけじゃないのか。あ、見つかっちゃった。あ、と思ったらなんか下にある。おお、やった。なんということでしょう。ここは何？ここソフトとつながってる？こういうのワクワクするよね。俺の得意分野だな。わかんないけど後で来ようか。よいしょ。あー、なんかフィールドスキルいりそう。シン頼んだ。俺の刀で。うん、スパーン。いいねいいね。深い虫の巣の穴、めっちゃコオロギ、めっちゃコオロギ。なんか今すんごく生きてるって感じがするよ。わ、素晴らしい場所ね。え、めっちゃ綺麗。素晴らしい。こんなところがあったななんてね。こういうのワクワクするよね。食線を見ると、なんでこんな感じなんだろう。で、いる？こっち側。あ、あれは多分絡まれてるのかな。あー、倒れてる。顔そんな感じだったんだ。目と口があるね。よし、じゃあ倒そう。あんまり戦わないもんな、このタイプ。こんな感じだったんだ。ブラストレギオン。危ない。しかしダウンドエンジ。おい、食べろ。危ない。ヘロッヘロッ。私もいつでも行けない。俺の出番だ。スラッシュ。まあ、これがダウンドエンジだね。そこで、ナイス。調子が出てきた。わあ、これはどうだ。オッケー。ダウンドエッジと思ったよ。え、あ、ロドン、ロドン来ちゃったの。早く殺したいね。悪臭だから進化してくれない。これはどうだ。俺の出番はしないよ。クブキ。オルケ。よし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 、フュージョンコンボいいね。アグリナスルに頑張って。いいじゃん、全種交代だ。ビッカーの力を使え。めっちゃスラッシュ。あー、間違えた。待って待って待って、いつでもいいぞ。受けてみろ。見払う。受けてみろ。俺はどうだ。どうはいないよ。すぐに手当てを。スパイク来てる。スパイク来てる。倒れてる人がたくさん。ここレベル3にしたいな。あー、やばいね。ナイス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 助け。あれあれあれ、あー、悪臭だからか。あ、来た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 。あ、おクリティカル来ました。そんなここブレイドコンボあったっけ。よし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 、これでちょっと回復して。頑張って。今関連書いてますね。あー、出る。いける、もうちょっと。終わりなの。ギリかな。本当に？本当に？本当に？
かワクワクするよね。墓ってどこに作ってあげたんだろう。なんか、何が入ってるのかな。何って証明したかったものか。本当なんか何事にも一生懸命だったんだね、全力で。そしてこの結果をちょっとセイラさんに食かせるのはな、なんかもうずっ一生一生これと背負っていかなきゃいけないんだね。まあなんか楽しくなってきた。いやー、なかなか重いですね。こんな結末になるとはな。あ、見つかっちゃった。あ、ここで戦うのか、こいつと。なんか楽しくなってきた。はぁ、よし。さっき、あ、落ち。さっき反対側に行き損ねてたから、そっち行ってみるね。今日の反対側、アンセル。あ、ユニーク。え、ちっちゃい方。あ、いや、普通のだ。なんか楽しくなってきた。俺の得意分野だな。なるほど。40だから、今倒せるし、またクエストの合間にでも来ますか。良い散歩になりました。さて、次はどこを目指しましょう。あー、もうなんて言えばいいの。だったらよかったんだけどな。じゃないの。仮死状態だったの。死んだふり。ありがとう、じっちゃん。もう言ってろ。もう私の涙、涙返してよ。いや、まあでも今のうし、嬉し涙だから。お茶するぐらいなら、時々なら付き合います。
言ってない言ってない。そうだね。でも話が通じないのは嫌だな。ちゃんと汲み取ってほしい。やりましたね。あなたたちがくれた人を信じる勇気、これからは大切にして生きていくわ。それと改めて言わせてありがとう。気づかせてくれてすごいな。一歩が踏み出せて。照れるな。おかえり。君たちのおかげで僕は真実の愛をリュートに乗せて奏でることができるよ。本当にありがとう。いやー、恋とは本当に素晴らしい。仮装じゃなくてよかったね。悪くない気分だ。レオンもあのまっすぐさ、俺も少しは見習わないとな。そしてあのバカ野郎、俺の相棒を助けてくれたこと心から感謝すると。あー、いや、よかったけどさ。よかったにはよかったんですけど。もう、本当にもう、びっくりしたんだからね。もう、愛の証明。衝撃だったわ。よかった。これで解決ね。あら、いいサムネイルじゃないですか。レオンは虹の花を見つけ、無事に王都へ帰還した。セイラは少しだけ自分の気持ちに素直になることができたような。プラチナイトチップ、はぁ、あ、あー、お幸せに。これ光いけない。光なかなかあれだね、クリティカルがいい感じの手に入らないね。命はつけようかな。グラスチップの方がレアリティ高い。行きましょう。クリティカルか。ドライバーとブレイドの武器のアーツの強化はしました。で、絆リングをいじろうと思います。これが覚えられますね。成長した気がする。ちょっと見るのが遅い。ブレイク下げるっていうの気になるんだよね。ブレイク下げるにしようか。これ持っといたらちょっといざという時のためにいいかもなと思うので、成長した気がする。一応これは持っておこう。はい。で、2500とな。もうアーツのやつは全部持っているのかい？持ってますね。じゃあ、あとは、パーティーゲージどうか。HP 回復か。これいいかもな。まだまだ成長期なんですよ。これいこう。新たな学びになりました。はい。で、HP10% アップも欲しいが、こっち気になるかな。で、次アデル。アデルはこれは何？努力は自分を裏切らない。で、ライジング有効時間か。助け起こした相手、助け起こすことないからな。クリティカル率、クリティカルいくか。筋力 10% クリティカル、クリティカルいこう。努力は自分を裏切らない。そう、そう思うよ。はい。